これが私が SNS を活用して実際商売に生かしている最大のメリットになります。優雅ブランドディレクターののりきです。今回は前回の動画の続きになります。前回の動画では私たちが営業活動フィジカルの部分でほぼやっていませんっていう、そして、SNS って営業活動に適してますよっていうところをご説明しました。でこの営業活動に関して、適してると、じゃあ本質的にどういうメリットがあるのかっていうところについてお話をしていきたいと思います。でこれは一つです。それは何かというと、矢印の方向が企業側からお客様側に対しての矢印の方向じゃないんですね。要はこっち側からお願いしますじゃないんですよ。こういうものを見ていただいて、お客様側からこちらにご相談またはお願いしますなんですね。でこの時点で契約率っていうのはとても高いです。なぜならばそのサービスが欲しいですっていうのが前提でご連絡をいただいているので、もうほぼほぼ決まっているような状態で連絡してくれると。そして私の考えだったり、この事業のサービスの方向性だったりっていうのを理解した上でお問い合わせいただいているので、非常にこの契約率っていうのは高いと。これって例えばこちら側からお願いしますってなると、要はこの矢印の方向ってそこで説明もしなきゃいけないし、なんとか企業としては契約をしてほしい、物を買ってほしいっていう流れになるわけですよ。ってなるとここでの時間がものすごいかかると。前回の動画でもリソースの話をしましたが、結局人件費っていうのは絶対にかかってしまうわけですよね、人を使えば。なのでそこをどんだけ減らしていけるか、この説明もどんだけ減らしていけるかとかっていうことを考えるわけですよね。ってなってきたら、もう最初からお願いしますの状態じゃないといけないわけです。ちょっとアパレルブランドの事例を元に考えてみてください。例えばですけど、ルイ・ヴィトンに行った時にルイ・ヴィトンの方がお願いします、買ってくださいって言いますかって話なんですよね。だいたいこちら側がこれくださいっていくと思うんですよ。でそれ他も同じです。そういうもう要はブランディングが完成してるところっていうのは、だいたい相手からこちらに来るので、要はこれをくださいって来るので、それを提供してあげるっていう、もうやり取りがものすごい少ないわけですよね。事前の情報がもう相手にはもう伝わっているので。なのでこれが私が SNS を活用して実際商売に生かしている最大のメリットになります。でこのメリットに関してはやっぱりこうブランディングっていう部分が必要になってくるわけですよ。例えば実際にあった例で言うと最高の実例です。それを言うと、お客様が来ました。で優雅があるのを知っていますと。でこの優雅を見て自分もこういうことができるかもしれないと思って来ましたと。でいろいろ説明をして、サービスの概要とか、こういうふうにやっていきましょうっていうような説明をして、私大体こうお客様に、初めての方々は比較検討は必ずしてきてください、した方がいいですよっていうふうに推奨するわけですよね。それなぜかというと、やっぱ周りがわからないとうちのサービスの強みとか弱みとかっていうのもお客様自身理解するの難しいと思うので、それは言うんですが、そのお客様に関しては、いやもう大丈夫です、ここ以外に頼む気はありませんっていう言葉をいただいたわけですね。でこれってもううちからしたらもう最高に大成功なんですよ。比較されてないんで、どこにも。私たちみたいな、例えば OEM 業者みたいな業者さんっていっぱいいるわけですよ。いっぱいいる中で、いやもう大丈夫です、ここ以外頼む気ありませんって、もう比較されないぐらいまでうちのことを気に入ってくれてると。でこれはもう本当に大成功例で、全ての物事を私たちもそういう風にやっていきたいって思ってるわけですよね。なのでこうなってくると、結局他社との競争とは関係なく、前々回でもお話ししたと思うんですけど、結局自分たちがやることは何なのかっていうところに集中できるので、基本的にはこの矢印の方向っていうのは各企業様意識をした方が、全ての業務効率だったりだとか契約率だったり購買率だったりとかっていうのが上がっていくので、ここは意識してやっていくといいんじゃないかなと思います。